締め切りがあるので写真を提出する、それがちょっと間に合わなかったんで、また撮り直しして多分変えると思います。あの写真ちょっと昔すぎるので。7歳、小学校1年生ぐらいの時から日本に住んでるので、多分今年で7年目8年目ぐらいです。最初の2年全然喋れなくて、その学校行くのもすごくしんどくて、母がずっと横に1週間ぐらいはいてくれました。その時から 最低限 その日本語の会話だけ教えてもらって、あとはもうずっと日本の学校です。多分インターナショナルスクールそのまま行ってたら多分日本語喋れなかったかなと思います。ベネチア大好きです。8月は出ないと思います。わからないです。こんばんは。結構今シーズンはこのオフとオンが結構はっきりしているので、そこをちゃんとこうオフはオフでちゃんとトレーニングをして、この7月始まったのでシーズン、そこをうまくこうモチベーションも体の状態もしっかり合わせていけるように頑張りたいなと思います。そういうのもすごい大好きさんからアドバイスもらったりとかしているので、そこはすごく嬉しいです。初戦まだわからないです。本当に何も決めてなくて、チームの合宿とかもあるので、それがうわーって重なってるので、まだちょっとわからないです。ありがとうございます。スケート靴は去年とかまでは 2、3ヶ月に1回とか変えてました。もうその足が大きくなるスピードがすごく速くて、本当に2ヶ月、まあ3ヶ月持ったらいい方だなって思ってるんですけど、もうある程度足のサイズも安定してきたので、今は半年、まあ半年に1回は絶対変えるようにしてます。表演見に行かないんですよ。ジュニア合宿が被ってて、めちゃくちゃ行きたいです。去年はその歌子先生から BS でやってるから見てみてって言ってて、多分あれ夜中だったんですけど、放送が2時間半ぐらいあった。もう全部見ちゃいました。もうすごくて、でも大輔さんもそうなんですけども、皆さんあんな難しい振り付けをこの氷の上でやるっていうのはちょっと想像できなくて、本当に素晴らしいなと思いました。北京オリンピックですね、行きたいです。もう本当に雲の上のような存在の方と大会なんですけど、いずれか出れるように頑張ります。マイカちゃん、合宿は8月の中旬とか末かな、分かんない、多分そのぐらいだったと思います。マイカちゃん、マイカちゃん、全部読めてるかな。ベニチア好きです。もうそうなんです、合宿ありがとうございます。そうなんですよ、ちょっと深みのある緑と青がちょっと混ざったようなすごい綺麗な、であれがやっぱりリンクで見るのと、やっぱ外で見るのとやっぱリンクの方がすごいこう色が いい感じに出てたので、それはあの色にしてよかったなと思います。好きなジャンプはサルコーです。サルコはダブルアクセル飛んだ1ヶ月後とか2ヶ月後ぐらいに一番最初に飛んだトリプルのジャンプです。こんばんは。外食はあんまり、なんか3人とか4人とか行くことあんまりないですね。1対1とかの方が多いですね。こうスケートの子同士で3、4人行くっていうのはあんまりないです。お肌ありがとうございます。
最近の練習、そうですね、怪我をしたのが2月とかで、でそこからジャンプをしちゃダメって言われてて、で振り付けとかもあったので、振り付けも10日間とかもうひたすら振り付けだけをやってたので、そうちゃんと練習し始めたのは5月からなんで、まだ2ヶ月しか経ってないんで、でもあの時こうバンと休めて、自分の視野もあやっぱスケートだけじゃないんだっていうのもすごい自分の中で気づいて、あの休んだ3ヶ月間はすごく大きかったです。自分の中でこう考え方もすごい変わったので、あれは意味のある怪我だったのかなって受け止めて、そこは自分の中でプラスに考えて、今はうまくそのシーズン中こう怪我のないようにうまくできるように調節しています。手拍子されると、じゃあでも人によると思うんですけど、私はそんなに気にならないと思う。なんか私が滑った曲がなかなか手拍子しにくい曲で、そう水のたまりも手拍子でこうできないじゃないですか。なのであんまりされたことがないしくね、ジュニアで仲いい子、青木ゆなちゃんとか、もう基本みんな仲いいんですけど、特にっていうのはあんまり、みんなシニアですね。3つ上とか4つ上とかの世代の人といつも遊びに行ったりとか、ご飯連れてってもらったりとかしてます。卵肌ありがとうございます。表演ミザリス、おっけなんですね、すごい。一回私 見に行ったことがあるんですけど、やっぱり YouTube とかこう画面の中で見るのと、やっぱその場にいるのとやっぱり全然音の聞こえ方が違うなっていうのはすごく感じました。普段の食事で今まさにちょっと頑張って減量してるんですけど、やっぱりどうしてもオフシーズンになって、今その怪我してるこの3ヶ月間は結構体重が増えちゃって、でそのやっぱ普段と練習量がこうグッと下がるので、今それをちょっと必死に戻せれるように、炭水化物をあまり食べないようにしてます。ちょっとめちゃくちゃしんどいんですけど、やっぱそこはちゃんと我慢してやらないといけない。もう食べることが大好きなので、作ってお菓子とかも作って食べたりとかするのがすごい好きなので、自分のちょっと楽しみが一つ減ってもめちゃくちゃストレス溜まるんですけど、もうそこはちゃんと割り切って頑張ってます。来期のプログラムはショートはダントツにステップです。フリーは本当に一つのストーリーを見てるような感じだと思うので、そこを楽しんでもらえたらいいなと思います。オンオフの切り替え、もう怪我してからすごく大切だなと思いました。それまで本当になんか1日も休んだらもう崩れてしまうとかすごく思ってたタイプで、なんかこう母とかともこう自分の悩みとか相談してる時に、結構完璧主義者だねっていうのは言われてて、確かにと思って、でなんか自分でうまくいかなかったりしても、ちょっと自分を責めたりとかすることが結構あるので、でもそれはいいことなのかなと思います。手拍子お願いします。新しいジャンプ初めて飛べた瞬間はちょっと長いことずっと新しいジャンプ飛べてないんで、はっきりは覚えてないんですけど、もう快感しかなかったと思います。こうずっと頑張ってきた、毎日毎日頑張ってきたことが突然できるようになるので、さっきまでできてなかったのがもうその瞬間にできるようになるので、今思い返してみたらやっぱりずっと積み重ね、諦めないことが大事だなって思います。来季は手拍子しやすいプログラム、ショートはしやすいと思います。フリーは静かな曲なので多分難しいかな。ポエタと黒い瞳、私もめっちゃ好きです。全然違いますよね。 OK、 リンク周辺におすすめのランチ、高槻ですか。高槻は駅の周辺だと結構美味しいとこあったと思う。私あんまり高槻とか食べなくて、大阪とか梅田の方
でよく食べに行きます。あとは料理好きなんで自炊したりとかしてます。身長私は止まってると思ってるんですけど、この1週間前ぐらいももう久しぶりに会った子とかいると、やっぱりもあちゃん身長伸びてる、めっちゃ大きなってるみたいな言われてるので、多分まだ伸びてると思います。尊敬ありがとうございます。いえいえ、ドリームアイスいいですね。私アイスショー大好きです。スケートでやってみたい曲、ちょっと私あんま曲得意じゃないので、いつも振付師さんに任せてこれどうっていうのをそのままやるって感じなので、あんまり自分で滑りたい曲っていうのはないんですけど、またあったらいいなと思います。勉強の両立、そうですね、なかなかついていけてないんですけど、幸いその通信の今通ってる高校がこのスマートフォンで全部レポートを見れるようになってて、こう動画をこう流してみてレポートをするっていう感じになってるので、本当に普通の高校よりはすごく楽に両立できてるかなと思います。頑張っています。ショートステップ難しすぎてこけないようにちょっと頑張ります。オフの日は私本当は母一人っ子なので、母が本当にお姉さんみたいな存在で一番のお友達なので、ショッピングしたりとか、あとは、アウトレットに行ったりとか、基本は土日は本当にどっか出かけてることが多くて、家にいるのがすごく嫌いなので、もうとにかく外の空気を吸いたいので、もうなんだろうな、結構いろんな刺激をもらってます。なんか神社とかパワースポット行くのすごく好きで、あ、すいません、この間も伊勢神宮に行ったりとか、やっぱりそういう運転とかも大変だろうに、ちゃんと私が行きたいって言ったらすぐにこう行かしてくれるので、すごく感謝してます。なんで最近はそのいろんなパワースポットに行って御朱印とか集めたりするのがすごく好きです。はい、韓国料理ありますよ。私キムチチゲが大好きで、母から教えてもらったんですけど、よくカルディとかに行くとダシダっていうのが売ってるじゃないですか。あれと、水と、まあお肉類があればいいんですけど、まあ豚バラ肉かそのツナあるじゃないですか、缶詰のツナを入れる、もうあれはどちらか入れたらめちゃくちゃ美味しく、まあなくても美味しいんですけど、まあ、最初にキムチを炒めて、でそこでだしだを入れて炒めて水入れてグツグツしたら終わりです。それだけです。もうだしだはもう韓国の家庭に絶対ある調味料なんで、一回やってみてください。キムチを炒めて、もしお肉とかツナを炒めるんだったら、もうその炒めてる時にキムチ炒めてる時に入れます、お肉類を。そこから水入れて終わりです。はい、学業頑張ります。スケート始めたきっかけは、毎年母が誕生日パーティーを毎年韓国に時6歳ぐらいまですごい毎年やってくれてたんですけど、その時に3歳の誕生日の時が、そのたまたまアイスリンクの中のレストランで、でそのレストランでご飯食べてる時に、そのガラス張りだったので、そこで多分みんな衣装を着てたんですよ。で私もうキラキラしてるのがとにかく好きだったんで、あ、衣装着たいって思ったら、もう母がじゃあやってみるみたいな感じに言われて、やったのがきっかけです。美味しいですよ。18になったら、私はすごくせっかちで、もう本当に何もないとこで転ぶような感じの人なので、母にはやめとけって言われてます。なのでやめます。自動運転になったらします。自分でもすごいおちょこちょいだなって思うこともあったりとか、アホやなって思ったりとかすごくあるので、なんで多分向いてないです。ツナキムチ炒めたらめちゃくちゃ美味しくなります。私なんか日本のキムチすごく甘いっていうのに気づいて、結構韓国の方って結構長いことこう寝かキムチを寝かせるので結構酸っぱいんですね。私その酸っぱいイメージで日本に来た時にキムチを食べた時の衝撃、もうまずって思って、でそういう時は冷蔵庫でちょっと賞味期限切れても大丈夫なんで寝かしたりとか、あとはその甘くて食べれない時は必ず炒めるようにしてます。あとは
木綿豆腐あるじゃないですか。木綿豆腐をごま油で、まあ、切って焼いて、その上に炒めたキムチを乗せるとキムチ豆腐なんですけど、めちゃくちゃ美味しいです。やってみてください。クラウドのページもあちゃん可愛い。ありがとうございます。本当におちょこちょいなんです。もうドジっ子なんです本当に。結構周りの人からしっかりしてるねとか言われるんですけど、全然そんなことないです。本当にいざとなったら何にもできないこともあるので、それは私の短所です。バイクも絶対向いてないです。私も二輪とか、私チャリンコも乗れないので、チャリンコも乗れないですし、1メートルも泳げないし、ドッジボールも私学校でよくやってたんですけど、もう一発でアウトだし、もうずっと逃げるだけだったんで、本当に運動神経ないです。走るのも全然速くないです。なんでスケートここまで続けれてるの本当にすごいなと思ってます。チャリンコめちゃくちゃ難しいですよね。なんかあんま乗る機会がなくて、三輪だったら乗れます。三輪だったら乗れます。本当に運動神経ないです。好きなスピンはレイバックです。でも最近体も大きくなって遠心力もかかってくるので腰が痛くなってきたので、あんまり頻繁にはやらないようにしてるんですけど、好きなスピンはもうレイバックの、あの片手ビールマンが一番好きです。みかんさんありがとうございます。更新された数、写真いっぱいあげてましたね。見てくださってありがとうございます。足の速さ、小学生の時に測った以降測ってないので分かんないです。小学生の時で 50m 走7秒とか、でもあの時はもう小学生なんで、今とは体つきも全然違うんで。オフアイスでのトレーニングは基本はマシンのトレーニングをして、あとは体幹とか、私ちょっと骨盤が人よりもこう狭くて、あのそういうなんか骨盤の形があんまり良くなくて、なのでこう骨盤の周りの筋肉、肉離れしてるのもやっぱりそういうのが理由だからっていうのであって、お尻周りの筋肉の強化をしたりとかっていうのはしてます。片手ビールマン、私片手ビールマンしかで、普通のビールマンもするんですけど、あれこう両手上げるじゃないですか。なので両方腰が痛くなっちゃうので、一回片手でやった方が楽なんじゃないかなって思ってやったらできるようになりました。昔からスピンとか1時間半とかずっと練習してて、あんまりジャンプの練習してなかったので、なんで今それをこう生きてるのがすごくいいな、よかった、あの時頑張ってよかったなと思います。レイバック、あ、水のタームの最後のレイバック、私も好きです。あそこ、こうやって終わるとこも好きです。仲のいいスケート選手はみんな仲いいんですけど、まず関大から言うと、ゆうなちゃんと、滝野莉子ちゃんと、中村修くんと、細田彩香ちゃんも、本当に好きで、いつも喋ってもらってて、岸名優斗くんはもう、めちゃくちゃ、私はもう、喋ってます、いつも。向こうも話しかけてくれたりとかしてます。優斗くんは、結構男の子の中では一番喋りやすいです。こう一緒にいてもずっとこうあるじゃないですか、あんまり苦にならない人です。とあともうマリンちゃんは私がちっちゃい、もう本当にみんな仲良くしてもらってます。あとはもう基本的にみんな仲いいです。もうユハナちゃんも大好きです。もうユハナちゃん、あとは結構上の、あの中京行ったら結構名古屋のお兄さんとか蒼太くんとかもいたりとか、結構仲はみんないいです。特にっていうのはもう関大の中ではもうみんな仲いいです。セラくんももちろん喋りますし、同じチームなんで。お家です。ヴィンスくんめちゃくちゃシャイなので目も合わせてくれません。写真は一回撮ってもらったことあるんですけど、でもなんかやっぱ違うのでチームが、なんで浜田チームの子たちとは結構楽しく練習してます。私は遠目で見てる感じです。岸
シナ君といえばジュニアグランプリ俺かっけえ、あれは本当は中村修君がずっと言ってたんですけど、なんかジャンプ決まったらこう大和先生とかかっけえなお前みたいな感じで言ったのが発祥で、それが修君に言うと、修君と優斗君も仲がいいのでそこから伝染してもう口癖のように言ってたので、きなゆちゃんとあのホテルの部屋行った時にフリー終わった後はそのカウナスの時は女子が先に終わって男子が後だったんで、私ゆうとくんの、応援をしたらもう帰るだけって感じだったんで、よっしゃーって言ってて、でなんか普通だと面白くないねみたいな話をしてて、確かあれ2016年のジュニア横浜であったジュニアグランプリの時を思い出して、ゆうなちゃんあまこちゃんとかおちゃんとまりんちゃんでこうなんて髪を上げてるのを思い出して、あやってみようって言ってやったのがきっかけです。で本当はこうジャッジ席があって YouTube の配信のこうカメラがあるんですけど、そっち側の席にこう立ってたんです、あ座って応援してたんですね。でもこれはせっかく変えたのに絶対上げないと、絶対そのライストにその映りたいって言って、でゆうとくんの一人前に思いっきりダッシュして反対側に行って、カメラの真ん前に座ってちゃんとこう映るようにしたら、ちゃんとそのキスクラの時の上にもこう画面が出るところがあるじゃないですか、こうキスクラの画面とか、あとそのスローモーションになってる時とか、そこにちゃんと映ってきなりちゃんとこうガッツポーズしました。中京は週末ですね基本、ゆはな小倉ソースと書いてました。ゆはなちゃんいつもあんこ好きあんこ好きって言ってたんで、なんかリクエストあるって聞いたら、あんことソースと書いてって言ってたんで書きました。みんな戦友なのでいい。私はなんか特にそのライバル心っていうのがあんまりなくて、もうみんな人それぞれ自分の目標にこう向かって頑張って、同じ目標に向かって頑張ってる戦友だと思ってるので、なんかこう負けたからもうその悔しいっていうのは、自分自身に対して悔しいっていうのはあるんですけど、その特定の人に負けて悔しいとか思うことがあまりなくて、昔それちょっと怒られたことはあります。ヨハナちゃんインスタ、モアちゃんの水、本当ですか？嬉しい。本人に言っておきます。ありがとうって。大和先生とシュウ君から、そうなんですよ。まあ、シュウ君ですね。一番の元祖は。俺かけライスト向け、そうです。狙ってやりました。バッチリ映ってましたね。あれなんか、ゆうと君曰く、その、なんか本人はこう、ありがとうございましたって挨拶してると気づいてなかったらしくて、でもキスクラ全部終わって更衣室帰って携帯見たら、もうその写真めちゃくちゃ怒られてきたらしいです。めっちゃおもろいやんみたいな、そこで気づいたらしいです。面白いですよ。バレエ習ってたんですけど、あんまり好きじゃなくて1年でやめました。でも今となったらすごいプラスになることなんで、後々コンテンポラリーとかもすごく見るのとか、ジュニア合宿でも結構そういう動きを教えてもらったりとかするので、まあ、しないといけないなとは思ってます。アイスダンス大好きです。私も結構歌子先生にもそのやっぱりこうエッジワークとかはやっぱアイスダンスが見本だからみたいな言ってて、あのテサモエの63のピョンチャンオリンピックの63のはもうめちゃくちゃもう何回も見てます。テサモエが一番好きです。圧倒的に好きです。こう男の人の色気と女の人の色気がこううまく混じり合って、もう途切れることがないじゃないですか。リンクの端から端までこう使ってて、あれは本当にジャンプはないんですけど、あっという間に終わるってこういうことなんだなって思います。あれやっほー久しぶり。もう寛大はもう本当にみんな切磋琢磨して頑張っているので、
みんな仲いいので楽しくやってます。恵まれてるなと思いますね。なんか孤独に感じることもあるんですけど、でも結構みんなと頑張れるのがすごくいいなと思います。テサモエのロクサーノは最高です。ピョンチャンオリンピックは男子と女子のフリー、男子は見れなかった、女子のショートとフリーしか見れなかったんですけど、アイスダンスもいずれかは生で見てみたいなと思います。ビンスクめちゃくちゃシャイです。こっちでなんか こんな感じでやっても避けるので、なんで目合わせてって感じです。でも慣れたら結構面白いことしてますね。浜田チームの子たちには結構笑かしたりしてます。私はやっぱり違うチームなので、でその練習の中でも浜田チームの子がやっぱり圧倒的に多いので、私はもう遠目でこうやって見てます。この時期寒暖に生えてるコケモモの実はそうなんですよ。この間私近所のスーパーに行ってて、コケモモ、山桃でしたっけあれ名前、なんかそんな感じの名前パックで350円とか400円ぐらいで、これ寒暖にめっちゃなってるやつって思って、今そのちょうどなんかいい感じに熟してて、でも取る人が全くいないので全部落ちて、もうその駐車場行くまでに階段坂があるんですけど、そこがもうジャムみたいになってます。みんな踏むので、で今雨すごい降ってるので、もう本当にもうすごいことになってます。もう床がジャムだらけになってます。でも食べたことあります。めちゃくちゃ酸っぱかったんですけど、ある子はそれをジャムにして持ってきてる子もいました。よくご存知ですね。寒大この時期になるとめちゃくちゃ生えてきます。匂いも結構酸っぱい匂いして、ベリーみたいな。はるやくんめちゃくちゃ酸っぱいです。みんなすごい踏んだりするので、アイスダンスとキニャファブのララランド見てみます。ありがとうございます。そうなんだ、暮らし、なんかコンテンポラリーってその先の動きが予想がつかないじゃないですか。でもなんかクラシックバレーってこう一つ一つ動きが決まった中でどれだけ綺麗にできるかみたいな、私なんかでそのクラシックコンテンポラリーの、その元祖っていうかなのはやっぱクラシックバレーで、クラシックバレーのあのなんて言うんですか、決まった動きをもっと自由にするした方がいいんじゃないかみたいな感じでコンテンポラリーが生まれたっていうのを聞いたことがあるんですけど、間違ってたらすいません。なのでこう先が読めないこう関節の動きとか、もうあれはすごいなって思います。ジュニア合宿の時にすごい有名な先生が来てくれるんですけど、その時やっぱり生で見るともうどこに関節いってるんだろうっていうのがあるので、あれは本当にすごいなって思いますね。あれはでもあれも結構1ミリでも2ミリでもずれてたら、多分そんな綺麗っていうか、こうなんか何ですかね、言葉ではあんまり言えないですね。ピョンちゃんで一番印象的だった、誰ですかね、やっぱりさとこちゃんは一番感動したのと、あとやっぱりザギトワさんとメドベージワがやっぱすごく接戦だったじゃないですか。やっぱフリーも同じ点数だったと思うんですけど、私の座ってる真横がロシアの応援団みたいな感じで、あのソツコワちゃんが結構プレッシャーを感じてたのかなっていうのは、あの雰囲気でやりきるっていうのは本当にすごいなと思ったと、メドベさんはもう本当にあの衣装が大好きだったし、茶色の長い手袋してる衣装あるじゃないですか、あれすごく好きで、もうあれもうあそこあれはすごいなと思いました。とにかくすごいなと思いました。もう一つの芸術見てる感じで、で終わった後にこう泣いてたじゃないですか。その時もあどんな気持ちで滑ってたんだろうとかすごく思いましたロシアの応援団すごかった、もう横ですごかったです。もう分かった分かったみたいな、母もいたんですけど、もうシッシみたいな海外選手はもうたくさんいるんですけど、
ジェイソン・ブラウンさんの着氷のあの流れ、質の高いジャンプは本当にすごいなっていうのは思ってるのと、ハビエル・フェルナンデスさん の, あのプレスリーメドレーがすごく好きで、4回転サルコーの質は本当にすごいなと思います。あとはやっぱり木村さんもすごく好きですし、うん、そのくらいですかね。やっぱりその大輔さんとかの世代、2008年とか2009年ぐらいのシーズンがなんかやっぱすごくスケートらしかったなっていうのは最近すごく思います。なんかそのバンクーバーオリンピックの時もやっぱりこうみんなこうちゃんとルールに守ってこうやって、なんかスケートらしさがすごく出てるなと思います。なんか最近やっぱりルールもどうしてもやっぱりジャンプジャンプっていうのになってるなっていうのはやっぱり私自身も周りのスケーターもみんな感じてると思います。2015年のクリスマス懐かしいですね。もうあの時キレッキレに踊ってましたね。多分あれはノービスへの1年目とかだったと思います。めちゃくちゃ楽しかったの覚えてます。私アイスショーザーアイスとクリスマスオンアイス2回出させてもらったんですけど、やっぱりこうスポッあんな暗い中でスポットライト1人浴びてるっていうのが本当に快感がすごくてますます好きになりました。アイスショー、まあスケートをこれは素晴らしい経験だです。ありがたく経験として、もっともっとやっぱり今シーズンも頑張って、来シーズンのやっぱりドリームオンアイスとか呼ばれてもらえるように頑張るのも目標です。今までで一番思い出に残ってる試合はたくさんありますね。もちろんいっぱいいい時あるんですけど、ノービスの時は本当にいい場面しか、失敗も本当にしなかった、失敗ってなんだろうって思ってたりとかしてたんで、勝てるそのシーズンごとに分けると全日本ノービスは優勝した時の年もまあ印象に残ってるんですけど、でもなんかずっとメダルを取ってたのでノービスの時はなんだろうな、ノービスの時はでも最後の天ヶ崎であった全日本ノービスが一番、あの時すごい点数出したんですけど、でも本当にビビたる点数差でリオンちゃんが勝って、でもなんか悔しいのもあったんですけど、すごい自分の中で達成感もあったのでノービスはそこが一番良かったなって思うのと、ジュニアはなんかしんどいのも多かったので、なんか毎試合毎試合すごいこう強く残ってます。あんまりなんか一つっていうのは絞りきれないですね。いろんな感情があって分の大好きです。でもあんまりエキシビのプログラムすることはないのでもっとしたいですけど、ドリームオンアイスめちゃくちゃ、そうなんですよ、私も浴衣着たいです。いつもみんな赤のタンクトップの衣装あったじゃないですか、ここ胸元大きく、あれもう好きすぎてもうツイッターですぐ上げてた写真をすぐ保存して本人に送りました。そしたらもうめっちゃ喜んでました。1分のプログラムは私ピンクパンサーしてました。あのプログラム大好きで、ずっと。そうなんですよ、あの時の全日本もう意味が分かんない点数出してましたから、出てましたからね、今となったら想像できないです。ノービスであんな点数出たら、でもあの時本当に何もこう考えなくてもこう自分のやるべきことだけ集中したら本当に生きてたので、でもそれと同じような感覚でジュニアでやったんですけど、やっぱり体型の変化もやっぱりいっぱいあって、やっぱり経験したことないような感情もすごいいっぱい感じて、あやっぱりこうもっと失敗しないといけないなって思いました。なのでもっともっとこう失敗して強くなれるように、もう成功はもうやっぱり失敗の積み重ねでできるものだと母から教えてもらってるので、
やっぱりそこは前までは失敗ってしちゃいけないものだと思ってたんですけど、やっぱ失敗をしないと成功ってできないと最近こう考え方を変えてるので、やっぱりスケートっていうのは本当に自分の人生の中で本当にちょっとしかないので、今この自分の好きなことをやらせてもらってることに感謝して楽しく頑張りたいと思います。苦しいことの方が多いと思うんですけど、まあ苦しいことの方が多いです、感じてるので。でも自分が決めた道なので、そこはしっかり信じて頑張りたいと思います。あのゆうなちゃんめちゃくちゃいいですよ、めちゃ惚れました。もうあのめちゃ、もうやっぱ女の子ってお化粧とかで変わるじゃないですか。で普段練習ではやっぱり濃い化粧はまあする子はあんまりいないので、本当にゆうなちゃんって感じなんですけど、あの赤い衣装にあのメイクで下目のもうめちゃめっちゃ好きです。あれ浴衣好きなんです。大人じゃないです。悩みをずっと持ったりすることがあるんですけど、でも最近もう母に全部喋るようにしてるので、母がすごい経験豊かなので、もうめちゃくちゃ尊敬してます。本当一番尊敬してます。もう母はもう本当にもうちょっとなんか普通の一般のこうお母さんとかそういう関係性じゃないっていうのはすごい最近思います。なんか前まではママと娘みたいな感じだったんですけど、やっぱり私もこう年を重ねていくにつれてやっぱり考え方も変わったりとかするのをこう何でも聞いてくれるので、なんでも母は一番頼りのあるちょっと言葉では言い表せない存在です。本当に何でも喋れますし、なんか一つも秘密がなくて、なんかしんどい時も何でも聞いてくれるし理解をしてくれようとするし、自分の考え方こうなんだけどどう思うって言うとちゃんとその合ってるよとかちゃんと答えが返ってくるので、なのでこういうちゃんとこう自分で考えてそれを口に出すっていうのは母から教えてもらったことなので、それはすごく良かったなと思います。あのゆうなちゃんが最高ですよ、惚れてまうやろって本人に言いました。でゆうなちゃん結構あの なんて言ったらいいんですけどね、こう結構ツンデレなところがあるので、もうゆうなちゃんって来てもあみたいな時もあります。でもそれがゆうなちゃんのめちゃくちゃいいところなの、私めちゃくちゃ好きです。で逆にわーって来る時ももあちゃんって来る時もあります。ゆうなちゃんは何でも結構喋ります。男前ですね、やっぱりお兄ちゃんがいっぱいいるので、ゆうなちゃん好きですよ。この間もあのやっぱ女の子なんでこうやったりとかこうエクステしてる人もいるじゃないですか。でゆうなちゃんなんかまつげが上がりにくくてみたいなの言ってて、今度あのまつげパーマ行くねって言ってくれたりとか、じゃまた見せてなみたいな、本当にこういう会話しかしないんですけど、本当にスケートの話はあんまりしないです、みんな寛大の中は。ゆうなちゃん好きです、ツンデレなんです。なんかチームの子たちのせっかく言ってるんですけど大丈夫なんですか、ちょっと不安になって。みんな本当に優しくて、やっぱり人それぞれ個性を持ってて、その個性をこう見抜くのもすごい見てて楽しいですし「モアもジェルネイル行くねん」とか言ったりとか「そのピアスどこの?」って聞いたりとか、そういう話ばっかりなんですけど。でもそれが結構みんなリフレッシュになってたりしてるみたいなので、自分もすごく一人っ子なのでリフレッシュできてます。いろんなエピソード、なんかエピソード聞きたいのありますか、話せる程度で話します。
半ぐらいまででしょうか。ゆうなちゃんは昨シーズンのショートめちゃくちゃ好き、最初はエキシビだと思って見てたんですけど、本人これショートショートなんて、でもこれはゆうなちゃんにしかできひんと思うって言ったら、そうなんかなとか言って、でも最終的にすごくポップな感じでゆうなちゃんの良さが出てるプログラムだと思うので、すごく好きです。寛大楽しいです、みんな刺激し合って、まさに帽子を使って踊る時のコツ、帽子も体の一部だと思って多分滑ってました。なんか結構外したりとか、なんですかね、こう首とかをよく使う、なんて言ったらいいんですか、まあ、体の一部だと思って帽子を使うとすごくうまくいくと思います。面白かったエピソード、一回考えてみますね、これ読んで思い出しときます。大ちゃんのエピソード。大ちゃんは私がジャンプうまく いってない時に、そのこうやっていかなかったんです、うまくいかないんですけどみたいな言ったりとかして、でも本番でこれだけ飛べたのですごい良かったと思うんですけどみたいな、大ちゃんどう思いますかって言ったら、なんか俺もなんかなんて言うんですか、そのそこ練習でうまくはまらないなって時も、その本番でここまで持っていけるっていうのはすごく感じたしみたいな、試合をしてて、なんでこう練習は感覚、あ失敗してもあこの感覚だったら試合の時にあのいけるなっていう感覚がスケーターにはあると、まあ、感じない子もいると思うんですけど、そのやっぱり試合っていうのはやっぱりみんな体のコンディションすごい最高に整ってる時の方がやっぱり多いの、こう持っていっているので、だからそういうのを踏まえて、あの練習は合わせるぐらいでいいと思うみたいな、で試合はやっぱりいいコンディションになってるからそこを信じてやるのが俺は最近気づいたって言って、32歳になって気づいたっていうのは本当にこの前言ってて、私それ俺なんでそんな現役の時考えてたんやろうで考えすぎてたんやろうとか言ってました。本当にこう何気なく会話してくれるのですごく楽しかったです。もらって驚いたプレゼント、絵とかもやっぱり嬉しいですし、私は結構自分を描いてくれた絵がめちゃくちゃ嬉しいです。たまにみかんさんとかあの違うファンの方もその絵を描いてそのSNS に上げたりするのを結構こう見たりするので、その時はめちゃくちゃ嬉しいのでいつも保存して母に見せたりとかしてます。さとこちゃんは本当に私が寛大に入りたての時で本当にお人見知りな感じ のお姉さんだなっていうのは思っていて、でも本当に怪我をしてる時も全部見てるんですけど、してからもすごく考え方がこう明るくなって、その今も本当は昔はそのもう一言もしゃべらないで黙々とやるっていうのがさとこちゃんのイメージだったんですけど、今はちゃんと自分のやるべきことに集中してこう周りのことを切磋琢磨しながらこう明るくやってるっていうのはすごく感じてて、それはすごいなって思ってて、面白いのは最近本当に面白い話いっぱいしてて、ガサタコちゃんピアスいつも可愛いねみたいな、あの開けてたのでどこで買った、あのパイナップルのピアスしてたりとか、ペットボトルのカバーもなんかパイナップルだったりとかするので、それはすごく面白いなって思います。ちゃんとこうパイナップルの好きなのが全面的に出てるので、試合中緊張しない、私すごい緊張する、でも前までは緊張しない方がいいなって思ってたんですけど、その心理学とか その本とかネットとかでもいっぱい上がってるじゃないですか、興味本位でこう見てたら、やっぱりその緊張をうまくプラスに持っていくとこうやっぱ体の状態が良くなるっていうのを聞いたことがあって、なので前まではなんか
緊張しないしないって思ってる試合ほどうまくいかなかったりしたので、やっぱり集中力が欠けちゃうので緊張がないと。なので最近は緊張すればするほどいいパフォーマンスができるって思ってます。なので緊張した方がいいって思うと、こう自分が感じてることをこう口に、いや私は緊張してないって思うとどんどん緊張してくるので、自分が緊張してるって思ったら口に出すようにしてます。母にも私今日めちゃめちゃ緊張してるからって、緊張せんでいいよって言うんですけど、私はそう感じたから口に出して言うとすごく楽になります。こう緊張してるけどしてないしてないってこう自分の中で思っちゃうと結構しんどくなるなっていうのは最近気づいたので、もう緊張してるって思ったらしてるって思った方が結構集中できます。東京オリンピック申し込んでないです。でもすごい人だろう。試合前日当日、試合の1週間前ぐらいまでは結構こう計算された食事とか自炊して、まあ、体にいいものをたくさん食べるように、やっぱエネルギーを切らしちゃうと一番アスリートはいけないと思ってるので、なんで1週間前まではちゃんとしっかり食べて、その試合の週は糖質をエネルギー、やっぱり精神的にも緊張してるとどんどん消費するので、そういう時はちゃんと吸収のいい炭水化物をこうゼリーとか飴とか糖分をこまめに取るようにしてます。なので私試合の時はあんまり食べれないので、朝起きたらウィダインゼリーは絶対飲むようにするとか、とレッドブルあるじゃないですか、あれがすごく好きなんでレッドブル飲むっていうのはルーティンしてます。エナジードリンクですね。大ちゃんの今シーズン私もすごく楽しみです。好きです。好きなキャラクターは、私これ前もこの間、ギズモがめちゃくちゃ好きです。私最近見てて、あれも結構昔の映画なんですけど、私グレムリンの T シャツを持ってて、で母がグレムリン、グレムリン、グレムリン面白いよ、可愛いね、誰々と似てるねみたいなと言ってて、何それって思ってたんですけど、その今結構ネットとかでも映画とかレンタルできるじゃないですか。なのでそれをレンタルして最近映画をテレビで見るのにハマってます。練習終わった後に、もうギズモがめちゃくちゃ好きです。もう可愛くて、ざっとん怪我してから本当に人が変わりました。もう気持ちも、もう顔の明るさも全部変わりました。あっこさん、緊張した自分に気づく。そうなんですよ。これって写真ってどうやって見せれるんですか。この横右下にギャラリーみたいなボタンがあるんですか。それを押したら写真出てくるんですかね。ちょっとやってみますね。あ、いけますね、これ。ちょっと待ってください。写真、マリンちゃんの写真。ちょっと最近のやつ。ちょっと待ってくださいね。マリンちゃんにあげるね。どうかな。少々お待ちください。大する思い、ありがとうございます。今探してます。ちょっと待ってくださいね。こんな前だったっけ。ああ、行き過ぎたかな。緊張、いろんな意味大事、すごく最近すごい大事だなって思います。緊張っていけないって思ってたんですけど、でも全然そんなことないです。緊張した方がいいパフォーマンスできると思います。確信しました。この間刺激をもらう選手本当みんなです。同世代、年上、みんなですね。寛大に中にいるメンバーはみんな刺激もらってます。コロラド、わからないです。機会があればまた行きたいなって思ってます。緊張のこと、いい、私もなんかやっぱり心理学っていうのは
心理っていうか考え方っていったいうのはすぐに変えることはやっぱりできなくて、私も今手探りの状態なので、一応知識だけ頭の端っこの方だけ置いといて、それをこう試合を重ねるごとに実践できたらいいなと思ってるんですけど、やっぱうまくいかないことの方が多いと思うので、でもその中でどこか手応えがあればいいなと思ってます。みゆちゃんはシルクロソレイユ行ってましたね。最後は試合の時に会ったのが最後だったと思います。もう最近全然会えてないです。あ、マリンちゃんの写真ありました。ちょっと待ってください。どれ載せたらいいんやろ。こんな感じです。あ、わかりますか。ちょっと画質悪くてすいません。こんなんです、こんなんです。すいません、画像悪くて、なんか読み込みがちゃんとできて。これはマリンちゃんが撮ってくれました。これマリンちゃん描きました。こんなんです。ごめんなさい、画質悪くて。はいはいはい、なるほど、こんな感じで映るんですね。なんでこんな画質悪いの。はい緊張にしても怪我にしてもうまく付き合っていけば。そうです、私も全然わかんないんですけど、筋肉痛になった時は、あ、もうここの筋肉に効いてるっていうのはダイレクトにわかるので、よくストレッチをすることですかね。あとはもう日にち薬です。ありがとうございます。ジョン・カリー見たいんですけど、まだ見れてないんです。若いのに考え方、いえいえ。発表会頑張ってください、応援してます。不安の方が多いと思う。私もいつも試合の時とかはもう不安でしかないんですけど、なんでファンになったので